お主、朝だよ。早く起きないと切っちゃうよ。お、やっと起きてくれた。おはよう、お主。今日もいい朝だね。でも、起こしてほしいって私に頼んだのは大主だよ。私は時間通りに起こしてあげてるだけ。依頼の品物買ってきたよ。気にしないでいいよ。引き受けてるのは私なんだから。それでさ、次は何すればいいかな。もうおしまいか。はあ、退屈だな。何？難しい質問だね。役に立ってるって感じがすれば私は満足だよ。うん、大主の言う通り、千の使命は自らの業を払うこと。だから千はどんな形だっていい。役に立ちたい。大主の役に立てるならそれも償いになるかなって。いいの、心配してくれてありがとう。大主は気にしなくていいから。それじゃあ私に新しいお仕事をくれないかな。うん、そう来なくっちゃ。